東京電力は経営再建計画の中で、福島第一原発事故の処理費用の捻出に向け、原発の運営や建設、メンテナンスなどで、他の電力会社との共同事業体の設立を目指しています。そうした中、複数の関係者への取材で、東電と中部電力、日立製作所と東芝の4社は、今後の提携の在り方について、 協議をを進める方向で覚書を交わししたたことが分かりました原子力事業は原発事故のあと新規の建設が止まっているほか海外でも安全対策の強化で建設コストが増大し事業が厳しくなっています。